日本の悲劇は1953年公開、松竹製作、配給の日本映画である。もち優きが、熱海の旅館の女中として働く戦争未亡人を演じ、社会派女優としての第一歩を踏み出した記念碑的作品。木下圭介監督にとっても、リアリズムやドキュメンタリー性を追求した挑戦的な作品となり、 女子大学の学園紛争を描いた1954年の女の園や1958年奈良山節港に向かうステップとなった1953年キネマ巡邦ベストン第6位オープニングテーマ以外本作のための劇中音楽を配し随所にニュース映画の映像を挿入するなど1946年の亀井文夫の同名記録映画を意識したと思わせる 部分も伺われる。熱海の旅館で働く戦争未亡人、春子の生きがいは、英語塾や医科大学に通わせている娘、うったこと、息子、聖一。春子は、時に闇屋をやり、時に客を取るなどしつつ、爪に火を灯す思いで、子供たちを育ててきた。子供たちはそんな母に依存しながらも、母の衰格に対する美体やみじめな芸合を幼い、頃からかいまみて育ったためか、 春子に対して冷酷かつ白状で内心軽蔑すらしている。聖一にはやがて養子縁組の話が舞い込み、本人はまたとない人生の転機をつかもうと話を進めていく。苦労して子供たちを育ててきた春子の心は穏やかではない。聖一は両親の結婚が春子の話と違って姉。 うった子を妊娠したことによるできちゃった結婚だったことを知り衝撃を受けてしまったことも重なり、大学の寮を出て裕福な開業医夫婦の養子として暮らすようになっていた。うった子は一人暮らしで働きながら英語塾に通っていたが、英語塾を開く赤沢との関係を赤沢の妻から疑われていた。当期に失敗した春子から電話で、お前の貯金を貸してほしいと金を無心され、 曖昧に返事をした日、好きでもない赤沢に迫られるまま、春子に一言も残さず住居を引き払い駆け落ちした。歌子がいなくなったことを知った春子は、前にも金を借りた、虫の好かない、旦那の岩見が待つという湯河原温泉に向かうが列車を降りる決心がつかず、正一に相談しようと、そのまま彼が養父母と住む東京へと向かったが、お母さんなんかバカだ、不死だらだと罵しられてしまう。 しかし、春子は、久しぶりに、お母さんって言ってくれて嬉しいよと言い残し、聖一の前から去る。子供たちに見捨てられた春子は、熱海への帰路の途中、湯河原駅で降り、衝動的に反対側のホームに入ってきた列車に、飛び込む。その夜、春子が勤めていた、熱海の旅館の片隅には、それぞれ春子に何かと気にかけてもらっていた長しの、演師、達也と、 そのギターの音色に耳を傾けながら涙ぐむ痛まえ、修行中の二方、佐藤の二人がいい人だったと春子を痛む姿があった。ありがとうございます。